はい、皆さんこんにちはということでやってまいりました、似顔絵花ポジティブバイブスラジオということでですね、本日もやっていきたいと思います。今日はですね、3月16日の木曜日でございます。時刻は何時ですか、15時52分でございます。ということでやっていきたいと思います。はい、今日ですね、こちら京都でございますけどね、曇り空でございます。はい、もう花粉がえげつないですね。ということでですね、まあちょっと花粉症の私にとっては非常にですね、なかなか大変な時期でございますけども、今日もですね、笑顔で笑って楽しく、頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、でですね、いつもですね、スタンド FM というアプリの方で、ラジオの配信してました。はい、してたんですけども、はい、なんかですね、まあ、よりたくさんの方に、聞いていただきたいなという思いとですね、まあ、そうですね、そこですね、というかあってですね、今日からこの、YouTube の方で、ですね、まあ、音声のみの配信でやっていきたいと思います。ポジティブラバイブスラジオやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、で今日はですね、まあ、何をするかというとですね、テーマは、他人と比較をしない、人と比べないというところでね、やっていきたいと思います。はい、まあ私のこの似顔絵花ポジティブバイブスラジオはですね、まあ前向きになる、ポジティブになる、まあ笑顔になる、ハッピーになるためのですね、まあちょっとしたヒントとかですね、気づきや、プラスになる、なれればということで、私なりの経験を踏まえた、お話をですね、毎回させていただいているものになります。ぜひですね、何か、お役に立てれば嬉しいですということでやっていきたいと思います。はい、そうですね、こちらラジオ始めてからですね、非常に、まあ育児の合間でね、ちょっと疲れてたんですけど、このラジオを聞いてなんか元気になりましたとかですね、仕事の休憩中に聞いてなんかすごい元気が出ましたですね、いつも花さんのこのラジオを聞いて元気もらってます、本当に本当にありがとうございますみたいな、そんなですねコメントもなんといただくようになりましてですね、びっくりしております。私もはい、まあ似顔絵の方でもね、いろんな方のお役に立てたと思うんですけども、まあ似顔絵をね、頑張る前に、そのね、まあ、自分の状態が整ってないと似顔絵の練習もできないよねとかですね、まあ、人間関係、夫婦関係、パートナーシップがうまくね、家族関係がうまくいってないと、似顔絵の練習にも集中できなくないですかっていうことで、ね、何かの気づきになれば、助けになれば、ということで、私なりの発信ということで、聞きたい方に聞いていただければというふうに思っております。今日はですね、人と比較しないというところをやっていきたいと思います。はい。ですね、やっぱり、日々ですね、まあ、笑顔でハッピーに楽しく、ポジティブに前向きにやっていくにはですね、ための考え方の一つとして私が配信できるものをやっていくということなんですけど、今日は人と比較しない、はい、まあ、これはですね、もうズバリ一番無意味な行為だと思うんですね。はい、ということで、まあ、人と比べるということなんですけどもね、まあ、あれですよ、なんかね、競技とかならいいですよね、競技とかね、まあ、スポーツの世界だったら、まあ、チームと比べる、比較するというのは非常にね、大切なことだと思います。分析をするとかですね、はい、まあ、それ以外のところですね、まあ、人間性とか人間を比較するとかですね、まあね、今結構 SNS とかでね、いろんな人が見えたりして、なんかその人と自分を比較してしまうみたいな、比べてしまうみたいな、がすごいね、簡単にできる時代になってしまったっていうのもあるんですけども、はい、まあ、ここをですね、ちょっと楽に人と比べるっていうところをね、まあこのも、まあ軽い感じの方からちょっとね、重たい感じで重たくこう比べてしまってる方とかもいるんで、やっていきたいと思います。はい、でこれ人と比較をする人ってどういう人なのかなっていうところでですね、はい、人と比べる人はですね、まあ、自分に自信がない人みたいですよ。はい、ということですね。わかりますか。はい、まあ、自分に自信がないんで、人と比較したり、まあ、人と比較をしだすとあれなんですよね、どんどんねこうエスカレートすると、その人に勝とうとする、なんか人にマウントを取る、人を落とす、人の悪口を言うみたいなっていう方向性にまで行っちゃう方もいるんですね。でこれが結構、厄介というか、なかなかねヘビーでしてですね、まあそうならないためにも、まあそんな方が来た時のためにもっていうことでね、お話していきたいと思うんですけど、まあ、まあ要するに、まあ人と比べてくる方、でっていうのはですね、まあ人に分かるぐらいまでね、そう比べてくる方とかいるんですけど、まあ、そういう方はですね、自分に自信がないみたいですよ。はい、自分に自信がないから比較をして、私の方がこうだとね、
いう状態を作り出して、優位に立つことで、自信がないのをねごまかすというかね、自信を無理やりこう自分に持たせるみたいなっていうところらしいですよ。はい、まあ、なのでですね、まあ、人としてこうね誰かに勝とうとするとかですね、そういう方もいらっしゃいます。私もですね、なんかいろいろ言われた時期もありましたけれどもですね、ぜひですね、まあそんな方が多分来ることもあるんです、現れることがあるんです、目の前に。でもそういう時は、あ、この方自分に自信がないんだなとね、そういうふうに思っていただいて、まあね、あんまり深く関わらないっていうところが一番いいだと思います。はい、まあ、反応しちゃうとですね、まああっちもエスカレートしてくると思うんですね。はい、なのでですね、なるべくそういう方たちは、あ、ちょっとね自分にちょっと自信のないね、ちょっとかわいそうだなとね、思っていただいて、あんまりね気にしないっていうのが一番のね、対処法というか、解決策なんじゃないかなというふうに思います。はい、で、まあそうですね、まあ私も似顔絵のオンラインスクールですね、やらせてもらってますけども、やっぱりね似顔絵をスタートする方たちってやっぱ初めてのことにチャレンジするわけですから、やっぱ自信はないですよね、そりゃね。はい、まあ、なのでスクールの他の生徒さんと比べてしまうとかもあると思うんですよ。はい、まあこれ人と自分と人なんかまあ違う分野でもね、人としてまあ比べてしまうみたいなのもあると思うんですけど、はい、まあ本当に似顔絵スクールでもねよくあります。本当に添削をですね、他の方と一斉にやるんですよ。こう、まあ、他の方の添削も見れるようにっていう思いで、全員一緒にねこう作品にフィードバックを与える、お伝えするっていうねことをやってるんですけど、まあ、人のが上手すぎてもう私は恥ずかしくて絵が出せませんみたいなっていうことがね現れてくるんですけどね、まあそうなるね、こうやっぱり自信がないね、まだ最初自信がないって時にそうなるのは仕方ないんですけどもね、まあね、今まで書いてきた枚数も違いますし、現時点でね練習してる枚数も多分違うじゃないですか、その方と。はい、あとはですね、性格も違えば根性とかね、まあそういうこだわりとかね違うじゃないですか、ちゃんと忠実にやってるかやってないかとかも違うですし、違いますし、あとはですねそうですね、あとはまあ育ってきた環境も違うので、その、ね、比較対象なしてはいけないと思うんですよね。はい、ということでですね、皆さん本当に比べるという行為、ぜひですね自信がない時にですねこれ、多分自分もまあ私もそうですけどやりがちなんですけど、その人にはその人にしかない良さもあります。まあ、似顔絵もそうです。その人にしかない良さがあるんですよ。例えば線が綺麗な人もいればね、すごい似せられる人もいれば、着色がめちゃめちゃ綺麗な人もいれば、なんかねこう生き生きした表情で描く人もいればね、素晴らしい良さがねそれぞれあるんですよ。なので、あとね他の人ってよく見えちゃうんですよね、なんかないものねだりみたいな感じで。はいね、背が低い方はなんか背が高いの羨ましいなとかね、背が高い方はもうちっちゃい可愛いからちっちゃいのが可愛い、羨ましいなとかね、そういう風にねよく見えてしまうものなんですよ。だからね比較はしなくていいです。自分には自分の良さがある、もう自分の軸をねしっかり持つ、これがね非常に大事なんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、ぜひですね皆さん他者と比べないというところですよね、これを意識していただいてね、まあ、もう比べてくる、もうねやたらとそうしてくる人には先ほども言ったように、あ、この人自分に自信がないのかなとね、まあ、ちょっとねまあかわいそうだなとねいうふうにして、そこはねはい、そこをねはい、あんまり気にしないで、スルーしていくというところですね。まあ、こんな感じでですね、今日お届けさせていただきました。まあ、人と比べるということは非常にですね、無意味なことでありますから、ぜひですね皆さん、これです。最後のお伝えしたいのは、はい、比べるのは他人ではなくて、過去の自分です。昨日の自分です。1日前、10分前でもいいです。1日前よりも何か一つでもいいので、できるようになればいいんです。そしたら昨日の自分より成長してるんで、はい。それの積み重ねしかないと思うんですよね。いかにその積み重ねをたくさんできた方、できるかというところで、その人の、まあ、様々な努力なんですか、何かを成し遂げる時の、はい。まあ、似顔絵であれば、似顔絵がうまくいくか、スポーツがうまくいくか、ですね、そういうところに関わってくると思いますので、ぜひですね、人と比べずに昨日の自分と比べると
というところですね。ぜひ意識していただいて、ですね、ぜひ頑張っていただければというふうに思います。はい、ということでですね、今日は、他人と比べるということがですね、いかにですね、なんていうんですか、比べることでかなりテンション落ちるじゃないですか。その時間がもうもったいないんですよ。はい、その時間が本当にもったいない。そんな時間あったらね、1枚でも多く似顔絵描いた方がいいんです。はい、なのでこの時間、これを考え方をなくすというところで、持っていただくだけでこう人生より、ね、笑顔になれたりハッピーになれたり、楽しくなれますので、あとはですね、何かをねこう今頑張って身に、成し遂げようとしている方、それがね成し遂げるスピードが上がると思います。はい、ということですね。ぜひ今日この考え方ちょっと、シェアさせていただきました。まあ私も完璧を求めずにですね、どんどんこう配信を、やっていきたいと思います。はい、これも前ラジオで配信したんですけど、完璧を求めてたらですね、どんどん動けなくなってフットワーク重くなってっていうことになりますんで、はい、どんどんですね、まあ、こんな未熟な、ね、まあ、ラジオ配信ではございますけれども、どんどんですね、配信して、ブラッシュアップして、さらに良いものにしていければと、経験値によってさらに良いものを、していければというふうに思ってますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。似顔絵花でした。はい、ということですね、こんな感じで、皆さんが気持ちが楽になるような、ポジティブになれるような、なんかちょっと明るく笑顔になれるような、こんな配信をですね、していければというふうに、心が楽になるような、こんな配信、元気になるような配信していけばと思ってますんで、ぜひですね、よかったなと思った方、グッドボタンを押して、なんかね、困ってる方がいたりとかですね、したらですね、その方にぜひシェアなどしていただけたら嬉しいです。あとはチャンネル登録もしていただければ、まあ、こんなお話、そして似顔絵のノウハウ動画、このチャンネルでは配信していきますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、そして最後ですね、このハッピーに、笑顔に、楽しく人生をやっていく中で、これ非常に、有効な、だなというのが、この似顔絵です。似顔絵。これ似顔絵ね、角側に回っても人を笑顔にすることができます。ハッピーにすることができます。喜ばせることができます。サプライズすることができます。プレゼントすることができます。楽しむことができます。そして、まあ、角側になってもそうなんですけど、まあ、これプレゼントする側になる。まあ、このね、似顔絵をプレゼントしてみてください。ぜひですね、今まで似顔絵描いてもらったことがないという方たくさんいると思います。ただそんな方に、似顔絵を描いてプレゼントできる方はしていただいて、まあ私はもう描けないという方はですね、ぜひですね、私似顔絵の、ショップをやってます。株式会社サンというところ、似顔絵ショップサンということでね、まあインスタグラムがあります。そちらもね、こちらの YouTube の概要欄に、リンク載ってますので、ぜひですね、そちらから似顔絵頼んでいただいて、どなたかにプレゼントしてみてください。その方がですね、驚くほど喜んでくれたり、笑顔になってくれたり、ハッピーになってくれますんで、ぜひですね、そんな、世界をこの似顔絵で作っていきたいと思ってますんで、ぜひともですね、皆さん、ぜひ描ける側にもなれますし、喜ばせる側にもなれます。はい、ぜひですね、似顔絵でこの日本を元気に明るく笑顔にハッピーにしていこうでありませんかということで、そんな風にしたいなっていう方はぜひですね、レッスンのお申し込みでしたり、この似顔絵のお申し込みお待ちしております。それでは今日はここまででございます。よりハッピーで楽しい世界をみんなで作っていきましょう。それでは今日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。似顔絵花でした。さよなら。